今回の旅の舞台は船、長距離運航をする太平洋フェリーの石狩に乗って名古屋を出発し、仙台まで約21時間の船旅をしていきます。最安値の相部屋から食事、船内の様子まで、それではスタートです。おはようございます。今現在ですね、15時30分ぐらいなんですけど、今ねここ名古屋のフェリーふ頭に、来ています。もうちょっとね時間があるので、それまでねちょっといろいろ手続きして乗っていきたいと思います。Wi-Fi はかなりスムーズですね。今回利用したプランは、名古屋から仙台まで最安値の2等相部屋の片道フルパック9700円、乗船中の食事が全てついたものです。ちなみに食事はバイキング、後ほど部屋や食事は紹介していくのでぜひご覧ください。またチケットは乗船にも下船にも必要になっています。次に今回の旅の行程を紹介していきます。名古屋を19時に出発し、仙台に翌日16時40分に到着します。乗船時間は約21時間、波に揺られながら太平洋を北上していきます。それでは乗船したようなので続きをどうぞ。まずはね、今夜の寝床に行きます。ここですね。ここに物置があって、でハンガーが1個あって、でこっちにかけるのがね1個あって、枕と掛け布団かな。で敷布団はマットレスって感じですね。薄い、こういう感じに結構間を空けて、なおかつカーテンをかけて、こうソーシャルディスタンスを取れるようになってますね。更衣室があるみたいですね。一応自分のところ以外にもこうやってね、もうすでに布団がね設置されてすぐ寝れるようになってるんですけど、俺以外来るのかなちょっと分かんないですね。ここの部屋はもうすぐ外に出れるみたいです。ちょっと甲板の方に出てみましょう。ここが俺の今日寝るところですね。外から見えます。夜景が綺麗ですね。まだ上があるんですけど、上には行けないみたいですね。一個下には行けるみたいです。ここなんか波よけみたいになってますね。もう一個下にも行けるみたいです。今18時ぐらいなんですけど、あと1時間後、19時にね、出発ですね。ご夕食は、ローストビーフやサラダ、デザートなどを取り揃えました。ディナーバイキングでございます。なお、営業時間は8時まででございます。なんか出航前からもうディナーバイキング始まってるみたいですね。ちょっとね、早速ね、行ってみましょう。
飯食ってきました。今の時間がですね、だいたい7時40分ですね。食べてる間に7時出港だったんで、もうね出港しました。はい、なのでね、ちょっとね船内をね探検していきましょう。久しぶりにブラウン管のテレビ見た。この金記念メダルのやつがねあります。このお風呂の隣に給湯室があって、電子レンジも使えるし、お湯が出るのでカップラーメンとかね持ち込みでできるみたいですね。ここは一応無料で煎茶、ほうじ茶、水、お湯が飲めるようになってます。なんかシアター、これがシアター以外にもテレビでね、こうやって映画がねやってるみたいですね。こういうね案内が出てます。名古屋から苫小牧に行く人は仙台で、ね、一時上陸ができるみたいですね。この受付を7時半からなんかこういうの書いてね出すみたいです。おはようございます。現在朝の5時です。朝風呂に入っていきたいと思います。今朝の6時半なんですけど、だいたいこの辺ですね、千葉の横あたりぐらい、電波なんですけど入ってますね。時々ねぷっつり切れちゃう時があるんですけど、だいたい1か2ぐらいは立ってますね。なので Wi-Fi がなくてもいける感じです。船内で Wi-Fi を使用したい場合、ソフトバンクが提供する有料 Wi-Fi が必要となります。料金は24時間で980円、よって船内にフリー Wi-Fi がないので注意が必要です。また今回の乗船では船内の Wi-Fi そのものが故障中ということだったので、気になる方は乗船前に確認した方が良さそうです。一番安いアイベアはコンセントがね一個もないので、こういうねラウンジというか共用部分の、ところで充電することになります。今朝の7時半になりました。朝食のねバイキングがねスタートしたみたいなので、早速ね行ってみたいと思います。
っと明るくなってきたんで外出てみます。最後のね、ご飯となります。ということでね、ランチバイキングね、最後食べていきたいと思います。今現在15時半ぐらいなんですけど、仙台港まであともうちょっとですね。このトラックのこれで寄せるんですね。初めて見た。着くのかなこれ、ガチャッと。無事ね、着岸しました。それではね、降りてきます。ということで今回はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。